はい、はい、よろしくお願いします。帝京長岡はウインターカップ3年連続9回目の出場、一昨年は準優勝しています。しかし先月の県予選ではライバル開志国際に一歩及びませんでした。ウィンターカップ予選で2位という結果で本当に悔しい結果で終わってしまったんですけど、伝統であるやはり声を出して明るく元気にっていう、そういう雰囲気の中で練習するっていうのがやはり最近の練習では特にできているかなと思います。雪辱誓うチームの中心は長岡市出身、児玉岳3年生。去年も2年生ながら全国大会で活躍しました。少しずつやっぱウィンターカップが近づくにつれて緊張感も高まり、とても今いいコンディションでできていると思います。持ち味のスピードに加え、今年特に強化してきたことがあります。やっぱりスリーポイント、そこを沈める本数を意識して練習します。やっぱ自主練の成果が出てるなっていうのは手応えを感じました。キックアウトの形、児玉も決める。背番号8、児玉岳が冷静に決めていきました。毎日練習後も残り、納得いくまでシュート練習を続けてきました。練習してきたのをコートで出せるように自分を信じて積極的にやっていきたいなと思います。ゲームキャプテンとしてチームを引っ張る児玉、普段の素顔は、いつもは結構ラフっていうかおちゃらけ者なんで、ギャップはあるかなと思います。バスケは一番はガクさんです。この最高ですね。 I like that。 大好き。そうね、最高です。Do you remember your first day of elementary school? Okay, thank you. Next person. Money. Oh, money, please. 勉強の方は、まあ、そう、まあ、ぼちぼちですね。数学の計算が得意です。はい。82点でした、今回は。していくべき。児玉くんは授業をしっかり受けてて、すごい明るくてみんなのムードメーカーです。嬉しいです。やっぱ人の笑顔を見るとやっぱ自分も楽しくなるので、やっぱそんな、なんですか、人の笑顔がたくさん見れて嬉しいです。児玉の原動力は仲間たちの存在です。3年間辛いこととかあったんですけど、やっぱりこの仲間がいたから乗り切れた部分もたくさんあるので、ウィンターカップでは3年生でベンチにも入れないチームメイトがいるので、そのメンバーの分も背負って全力で戦いたいなって思ってます。